はようございます。今日はパッチワークやるところをちょっと、動画にしてみたいと思います。もうすでに3つずつは引っ付けてて、それを1枚につないでいきます。パッチワークつないでる糸はだるまさんの家庭糸っていう白糸を使ってます。いいですね。こんな感じでつきました。あとはもう一列やってきます。このつながりました。こんな感じです。パッチワークはなかなか地道な作業で、なんか進むのもゆっくりなんですけど、ちょっとずつこれを作って、まあ、できたらすごく可愛いものになるので、あの枕カバーやベッドカバーを作っていきたいなと思ってます。もし家に古い布とかがあってパッチワークしてみたいなっていう人もぜひ挑戦してみてください。あの針と糸の、あの手作業で結構なんていうかマインドフルネスになります。はい、ということで今日はちょっと黙々作業動画でしたが、この辺にしたいと思います。ありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。